第三者が行った誹謗中傷投稿に対していいねを押しただけでも損害賠償責任が認められるというような判断を最高裁判所が下しました。この問題は自民党の杉田水脈議員が性被害を訴える被害者に対して第三者が行った誹謗中傷投稿、それに25件ほどいいねを押していたと、このいいねを押す行為そのものが侮辱行為に当たるんだということで損害賠償責任が問われていました。すでにですね、東京高裁ではこれ責任認められたというところなんですけども、今回最高裁も5人全員の一致で損害賠償責任を認めるということになりました。そもそもですね、いいねを押す行為だけではその投稿に対して好意的な反応をしているのか、それとも何か別の目的を持って押したのかよくわからないというところもある中で、例えばいいねをした文脈であったり他の投稿との関係性、あるいは誹謗中傷されている方との関係性、こういった全体的な経緯や文脈関係性なども加味すると、今回のいいねを押す行為というのが誹謗中傷目的あるいは侮辱目的があったんじゃないかということが認められたと。リポストやリツイートだったりあるいは投稿そのものを書くという行為よりはいいねというものは拡散力もないし意図も分かりにくいものですが、文脈との関係で損害賠償責任を認められるというようなこともありえますので、ぜひ注意して使っていただきたいなと思います。皆さんこの判断どう思われますでしょうか。